皆さんこんこにちは SYK 代表の北野です今回は実践センス業界ナンバーワンの弊社が教えるインスタでファンを増やしフォロワーが激増するそういった、ね、新ハッシュタグ戦略というテーマでお話をしていきます、まあ、うちがです、ね、実際インスタグラムで今最も結果を出している実際にハッシュタグの戦略、まあ、よく、ね、インスタグラムで投稿するときにハッシュタグってそもそも何個つけたらええねんと、まあ、そもそもどういったハッシュタグをつければいいのっていうです、ね、質問って結構皆さんあると思うんですよね、まあ、そういった部分の不安っていうのがバシッと今回の動画最後まで見ていただくことで解消できると思うので最後まで、ね、見ていただきたい嬉しい と思います、ね、そもそもねハッシュタグっていうのは何か、ハッシュタグとは何かっていうことなんですけども、まあ、簡単に言うと、ですねえっとまあ、こういう投稿がありますよね、の最後に、こういうふうになんか、ハッシュタグ、シャープみたいな記号で、シャープ温泉旅館、シャープ温泉宿、シャンプ温泉旅行とかね、まあ、こういう,うに入ってあるやつあるじゃないですか、まあ、こういうのが簡単に言うと、ハッシュタグってやつですよって話ですね。はいまあ、で、まあ、いわゆる辞書引きみたいなイメージなんですけども、まあ、このですね、ハッシュタグをつけてあげることによって、例えば、まあ自分のね投稿、例えばこれ、温 新旅行に行にった時の投稿なんだけどもで温泉旅行行ったら、それに関連するようなキーワードのハッシュタグっていうのをつけてあげることによって、えー、実際インスタグラムとかではですね、まあ、実際にその人気投稿っていう一覧があったりするんだけども、そこでね、あのハッシュタグで別で、まあ、人気投稿に乗ると、そこからも新規の流入が入ってきたりとか、まあ、あとはリ,リールからも新規の流入が入ってきて、どんどんフォロワーが増えていくってことがありますと。なので結構、ハッシュタグの選定っていうのはすごい重要だし、つけないっていうのは本当にもったいないので、あのぜひこれはつけてほしいなと思います。ってことで、じゃハッシュタグってどういうふうにまつければいいのかっていうことなんですけど、 まず、あ、ハッシュタグには実は3つの種類があるよっていうところから話していきます。ハッシュタグには3つの種類があります。これめっちゃ重要なんですけども、まず、スモールタグ、ミドルタグ、ビッグタグってこの3つですね。まあ、いわゆる SEO とかのですね、問いで言うと、まあ、スモールワード、ミドルワード、ビッグタグワードみたいな話なんですよね。まあ、簡単に言うと、スモールタグって何かっていうとですね、 ま、実際にこの総投稿件数ですね。ハッシュタグの総投稿件数が5000件から5万件がスモールタグ。で、ミドルタグって、ま、ミドルなんで中ぐらいの大きさのタグなんで、まあ、ボリュームで言うと検索ボリュームが5万件から15万。ビッグタグは検索ボリューム15万件以上と、ま、覚えておいてください。まあ、どういうことかっていうと、これはじゃあどこで見ればわかるのかっていうとですね、まあ、インスタグラムのこういう えー、投稿がありますよね投稿があったときに、ここのまあ虫眼鏡マークね押していただくと、まあ、こういうふうな一覧になるわけですよで。この虫眼鏡マークを押すと、こういうページになって、ここの一番上の検索窓で、例えば、じゃあ、ダイエットって検索するじゃないですか。すると、まあ、ここに、ね、出てくるわけですよね。えー、投稿件数1305万件とか、72万件とか、まあ、こういうふうなイメージですね。でなると、例えば、じゃあ、ダイエット記録ってハッシュタグ投稿してる人は209万件あるってことは、209万人の人がダイエットって 記録ってててハッシュタグつけて投稿してるとでその中で1位取るとか人気投稿って基本的に上位の本当に複数枚なのでそこで上位に上がるって結構倍率高いですよね。209万人分ライバルがいるってことになりますんでこういうのはいわゆるもう相当合計数15万件以上まあこういうやつですね。こういうやつとかこういうやつとかこういうやつってのはもう全部ビッグタグですよと。で、えー、逆にミドルタグってのは5万から15万でスモールタグは5000から5万なんでまず最初フォロワーが1万未満の人ってのは相当合計数5万、5千5万と5万15万このあたり 攻めていかないといけないでいきなりここつけてもそもそもあのー、ね 例えばあれですよ。あのー、一回も格闘技やったことない人がレスリングの選手にですね、初対面で挑んで勝てるかっていうのはまあ勝てないのと一緒で、あの、フォロワーが全然少ない状態でいきなりビッグタグのワードをつけても戦えないんですよね。なので、まずはスモールとミドルでまずは認知を高めていって、そこで人気投稿にまず乗るようになると、そこからね、スモールタグからの流入でまたフォロワーが増えていきます。そうすると、今度ミドルタグからの流入のワードでもどんどん新規のフォロワーが増えていって、そう,う結果、フォロワーが1万人を超えてきたぐらいになってきたら、ある程度ビッグタグでも勝負できるっていう話になりますので、まあ、基本的にはです まずはスモールタグとミドルタグでフォロワー1万未満の場合は勝負をしていくという話になります。じゃあ、基本的に何に、どうすればいいのかっていうと、覚えて,てほしいのが、ハッシュタグは15個がおすすめ。まあ、これはうちが実際インスタグラムっていうのを合計まで数百アカウント自社で運用してきた中で、まあ、見つけてきた法則なんですけど、まあ、インスタグラムってタグまあ30個まで付けられるよっていう話があるわけですよね。30個までとりあえず付けられると。で、そのハッシュタグを30個つ付けたときに、じゃあ、多ければ多い方がいいのかっていうと、またそれも別なわけです。うちも実際に全部データ取ってテストしてますけども、 まあやっぱハッシュタグって、えっとまあ、3個しかつけなかったら3個全部載ったりするんですよねでも逆に30個を載せたりすると今まで乗ってたハッシュタグでも逆に乗らなくなっちゃったりとか逆に多すぎても乗らないみたいなっていういたし返しなところがあるわけですよ、まあ、もちろん、えー、平たくした分乗る確率は高くなるけれどもやっぱりあの たくさん載せてる分、人気とこに乗りにくくなったりとか、逆に絞った方が良かったりするわけですね。どうしてもこのハッシュタグ載せたいって場合は、もう本当に3個未満にするとかっていう戦略あるんだけど、まあ、結局それも人によって状況によってやっぱ分かる、異なるわけですと。なので、基準は間を取った15個。これがやっぱ一番ね、このあたり、13から16までいわゆる15個ぐらいのハッシュタグが一番バランスよく均等に、まあ、ハッシュタグに乗りやすかったっていうデータですね。これは、まあ、うちは100アカウント以上をテストした結果。まあ、良かったということなんで、まあ、15個ですと。で、実際にですね、あのー、1万フォワー未満の人 っていう総投稿件数5000から5万のハッシュタグを10個つけてください。で、5万から15万のハッシュタグを5個ピックアップしてくださいっていうことですね。で、逆に1万フォローいってる人なんだったら5万から15万のミドルタグ10個と15万以上のビッグタグ5個つけてくださいっていう話になります。で、基本的にはですね、あのーまあ、これが結論なんですけども、じゃあハッシュタグってそもそもね、えー、この総投稿件数この間のタグだったら何でもいいのかっていう、そうではなくてもちろん、えー、その、えー、例えばダイエット系の投稿してるんだったら食事とかダイエットとか運動とか、そういうダイエットに関連する、もしくはサブ で関連するようなワードをタグにしないといけないわけで、例えばねあの、焼肉行ってきましたっていうのに、ハッシュタグで猫っていうハッシュタグつけても全く意味ないわけですね。全く別ジャンルになりますので、それ逆効果になります。なので、まあ、ちゃんと自分の業種に関連があるハッシュタグ、そしてプラスアルファでもう一個条件をつけるとしたら、検索されそうなワードのタグを選んであげるっていうのがすごい重要ですね。やっぱり検索されないワードをいくらつけても意味ないんですよ。例えば あの、なんだろうな。まあ、僕とかだったら結構集客系のね、アカウントとかも運用してたりするわけなんだけども、ってなった時に、例えば、あのー、そうですね。例えば、PPC 広告っていうのは、一応マーケティングの用語の一つであるんですけど、PPC 広告っていうのをわざわざインスタグラムで検索する人いるかって言ったら、ま、ほぼいないわけですよね。だそういうい なななタグっては使わないいいででくださいとということになりますので、まあ、ある程度ね、そのハッシュタグのボリュームっていうのが、まあ、5000件以上あったとしてもですね、あのー、明らかにこれは検索されないだろうっていうのはできるだけ避けた方がよくて、まあ自分がお客さんたちだったらこういうふうなワードで検索するなっていうタグで基本的に、えー、まあ、 最初は5000から5万の間の10個見つける5万から10万をここ見つけていくっていうスタンスでね、えー、まずピックアップしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。そして、えー、ぜひね、下の方の概要欄からもですね、無料プレゼント今だけ配布しておりますので、実践エッセンス業界のナンバーのページを押せず、最新エッセン集計動画講義のプレ,プレゼントしますので、ぜひ概要欄からね、LINE で登録してプレゼントゲットしてみていただければと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。